とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー、ボスラッシュ、さらにマルチでやっていきたいと思います。ソロでのボスラッシュ、やっていきましたけども、まあまあまあ、いける感じですね。では、4人で行ってみましょうか。まず一回。まあ、みんなはね、もちろん何が出てくるかっていうのは分かってはないと思います。え、落ちた一人。落ちたよ。まあいいや。え、ちょっと待って。待って待って。ソロと違う。待って待って待って。えらいこっちゃやぞ、これ。え、ソロの時と話が違うよ。ちょっと待って、これソロの時って、おい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 。イリュージョナーだったんだよね。あ、おい、待って、ちょっと待って、3体いるじゃん。無理だよこれ。いや、これはひどい。ちょっと待って、これマジでひどいぞ。3体で、しかもこいつらだ。ちょっと待って、まずこいつらから一体ずつ仕留めていこう。うん。これ一体ずつ行かないとこれ無理だぞ。いや、これはひどい。これ、イリュージョナーだけでも結構辛いな。まだね、武器でノックバックさせるやつがいないから。いやー、これは辛い。ブラインドももらっとるし。うん、いや、むしろこっちにね、分断できたっていうのが結構いいわ。まだマシだよ。オッケー、俺やられた。でもオッケー。もうそこにいるっていうのが分かってるからね。ありがとう。で、これで向こうか。いや、ボス3体はさすがにひどいって。まず、ガストからやった方が良くない？まずはガストから倒した方が、うわ、ちょっと待て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 、そこに炎があると戦いに行く。待って待って、やべえ、間に合え、よし、 OKOKOK。 いやー、ここ一回ひどいわ、マジでひどいなー、これはひどい、ここひでえな。お、ありがたい、助けてさえもらえれば OK。 まずザコから俺行く。よし、 OKOKOK。 なんとかさ、ノックバックで落とせないか。よっしゃ、 OK、 いた、ひどっ。ああいや、ここはひどいわ。一回これえぐい。いや、まさかソロとマルチで出てくる敵が違うなんて、それは聞いてない。まあまあ、行きましょう。次はもう変わらんでしょ。うん、エンダーマン2体だよね、確か2回はね。いや、3体いる。ちょっと待って待って、おいおいおい、ちょっと待って。ひどないこれ。ちょっと待って、これはさすがにひどいよ。よし、そっち、おいおいおいこれはひどい、これはひどい、これは無理だ。ちょっと待って、まずガスト倒しに行こう。まずはガスト行かんとこれ無理だ。あー、無理だわ。まずはガスト、もしくはあのエンダーマン。おい、なんで俺のコントローラーが変になってる。ありがとうありがとう、ナイスナイス。そうそうそう、まずはねガスとか。あいだー、いってー。
これはきついな。これはひでえな。オッケー、よし、とりあえず一回出せる。ナイスナイス、ありがとう。ああうーつらい、これはつらすぎる。いや、なんだここは、これはひどい。いけないよな。ちょっとごめん、俺が最初落ちたのが良くなかったわ。もう落ちずに最初からガストに向かいますわ。まずガストじゃないと、おいってもうやおいってなんだここは。ありがとう。よし、もううわー、もうここはひでえ、これはひでえ。どういくこれ。これはちょっと攻略がわかんないわ。ガスト2体でしょ。でもまあ、まずそのガストをまず倒さないと。いや、弓はね、そっからじゃ入らないと思うよ。いや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 、ちょっと待って、待って、これは無理。いや、これクリアできるのかちょっとわかんないわ。とりあえず分かった、敵どんなのが出てくるかは分かりましたわ。ちょっとこれなんとか対策を考えてみます。